山形デザイン株式会社の長岡と申します。地域 DX プロデューサーの候補者として弊社代表の山中を推薦いたします。私たちの会社のビジョンは地方の希望であれ、そして圧倒的な当事者意識で地方の課題を解決する事業を生み出し、希望ある社会を実現することです。私たちは観光、教育、農業、人材、この4つのカテゴリーで 課題を解決するために事業を生み出してきました。その課題は日本の地方都市に共通する課題だと考えています。観光事業の水田テラスでは田園風景に溶け込む木造のホテルを作りました。田んぼの真ん中にホテルを作ったって誰も来ない。地元の人はもちろんホテルの専門家たちからも反対されました。立ち上げた当初もやはり大変でした。 素人が作ったので、オペレーションがうまく回らず、お客様からの評価は5段階中1、そして2、散々なものでした。しかし、課題を一つずつ解決していきました。サービスのクオリティを高め、地産地消の食事を提供し、サウナやライブラリーなどを新たに作り、滞在環境を整えることで、今では年間5万人ほどが宿泊しています。そのお客様が、 地域の飲食店や交通事業者、生産者などを潤す経済効果を生み出すようになりました。続いて教育事業では、庄内藩の藩校、児童館で教えられていた素来学という学問から着想を得て、子供たちが夢中になる体験を通じて得意なことや好きなことに気づき、自分自身を伸ばす児童館を作っています。それに加えて、子供たちが放課後を過ごす学童保育や、 フリースクールなども運営するようになりました。この施設は地域の教育環境を向上させるために水田テラスとほぼ同じ時期に10億円を投資して設立いたしました。運営にあたっても税金を当てにすることなく企業向けの再生可能エネルギーを提供する事業を別で立ち上げ、その収益を運営費に回したり、 さらに我々がまちづくり事業で連携している企業からスポンサー収入を募ったりすることでまかなっています。最近ではダイバーシティインクルージョンにも力を入れており、地域内の障害のある方も一緒に楽しめるようなイベントも開催しています。人材事業では地方都市の産業界にとって大きな課題となっている人材不足の問題を解決するため、 面白い地方の企業と都市部の人材をマッチングする事業を行っています。はじめに、庄内図鑑という地域版のリクナビのようなサービスを立ち上げました。これが徐々に企業の採用に結びつき、他の地方都市にも提供するようになりました。さらにこの10月からは、地方都市の面白い企業と都市部に偏っている経営人材をつなぐ地域図鑑というサービスを始めました。 時給換算で年収1000万円以上の求人しか掲載しないというルールを課しており、開始から1ヶ月足らずで既でに5人のマッチングに結びつき、ものすごい勢いで登録者が伸びています。最後に農業分野では2つの事業を行っています。野菜の生産販売及び資材開発からご説明いたします。 もともとは、えー、私たちが水田テラスで一年を通じて地元のものを食べてもらいたいという思いから、ハウスでベビーリーフとミニトマトの栽培を開始しました。こちらも素人が参入したため、えー、大変な苦労がありましたが、その後栽培ノウハウを構築し、えー、自社で開発した資材を販売することで、地元の農業者や、えー、全国の農業者から頼られる存在に成長しています。 最後に、田んぼの自動で浴槽をすることができるロボットについてです。太陽光パネルで発電し、田植えをした後3週間動き回ることで除草剤を使わなくても田んぼに雑草が生えにくい環境を作ることができます。さらに最近の研究では、温室効果ガスの一つであるメタンガスの排出量を半分に減らすことが分かってきました。 このロボットを活用することで、65歳以上が7割を占める日本の農業の高齢化に対応し、魅力的な産業にすることで、新たな相手を生みたいというふうに考えています。ご覧のように山形デザイングループでは、日本全国に共通する課題を解決する事業を生み出し、そのモデルを各地方都市にも展開することによって、日本の課題を解決することを目指しています。その陣頭指揮をとっている山中大介をぜひともよろしくお願いいたします。